お伺い申し上げます。ただいまよりチンパンジー展示場におきまして、チンガイドを行います。場所は遊具のある展示場となっております。お時間のあるお客様、どうぞ遊具のあるチンパンジー展示場までお越しください。はい、それではですね、お時間になりましたので、チンパンジーガイドを行っていきます。まずはじめにですね、こちらの展示場、遊びの森と名前がついてまして、全面フェンス張りになってます。消防ホースがたくさん張ってあるんですけれども、これがあることによって、高さを生かしたチンパンジーらしい動き、見ることができます。それからですね、展示場の真ん中を見ていただきますと、遊具が置いてあるんですけれども、なぜ遊具がチンパンジーの中にあるかというとですね、私たち使い方は分かってますけれども、今分からないチンパンジーの中にこういった遊具があると、どういった動きを見せてくれるかなということで置いてます。普段はですね、遊具の上とか下で毛繕いをしたり、ゴロゴロしたりですね、のんびりすることが多いです。はい、では野生のお話をしますと、野生ではアフリカに住んでます。ではアフリカのチンパンジー何を食べるかというと木の実とか木の葉っぱですね。あとは小動物、ちっちゃな動物を捕まえて食べます。お肉も食べますし植物も食べる雑食性の動物ですね。はい、では動物園で何をあげているかなんですが、今日はですね、オレンジを持ってきてますのでこれちょっと渡していきますね。はい、今日ですねちょっとみんなのんびりして集まりが悪いんですけれどもちょっと渡していきます。よいしょ。はい。あ、気づいた。あ、来た。みんな来た。すごい。早速ですね、食べ始めてくれてますが。なんでね。はい。どうでしょう。食べ方、みんな一緒ですかね。上手にですね、中の身の部分を削りながら食べてみます。下の子、食べてた子、はい、いいですか。一人一個ずつあげてるみたい。はい、でこれずっと見てるとですね、結局最後皮食べます、全部食べちゃうんですけれども、美味しいところからですね、食べていきます。で、果物で言うとですね、このオレンジの他にもバナナとかリンゴ、こういったものをあげてます。で今揚げたこのオレンジなんですけれども、これ私たちが食べてるやつと同じやつです。スーパーで買えるような美味しいやつをですね、今渡してあげたんですけれども、これ美味しいは美味しいんですけれども、とても甘く作られてます。でこういった甘い果物をですね、たくさんチンパンジーにあげるとどうなるかというと、チンパンジーでも虫歯になります。ですので動物園ではこういった果物をあげてはいるんですが、たくさんあげてるわけではないんですね。果物がメイン主食ではありません。では何をたくさんあげるかなんですけれども、今度はですね、はい、そうですね、これ生の人参なんですけれども、これもですね、ちょっと渡していきます。はい、誰かおいで。はい、生の人参もですね、いい音がしながら美味しそうにですね食べてくれます。で他にもですね、芋とかキャベツとか白菜ですね、それから揚げたりかぼちゃ揚げたりトマト揚げれるときはですね、いろんな種類の野菜を揚げるようにしてます。食べてるけど何かみたいな。で他にもですね、木の枝葉だったり、あとは牛が食べてるような生のね、そうをたくさん入れてあげたりもします。はい、チンパンジーという果物、果物しっかり食べてるイメージが強いかなと思うんですけれども、
動物園ではですね、そういった果物よりも野菜とか木の枝葉、こういったものを中心にあげるようにしてます。野生のチンパンジーが食べているものっていうのはですね、まあ、たくさんの果実とか木の実集めて食べているんですけれども、そういったもの、果実ですね、集めてくるのはちょっと難しいので、少しだけですね、補助的にこういった甘い果物っていうのを足してあげます。それから野生のチンパンジーは50頭から大きければ100頭くらいの群れを作って生活してます。で、群れにはですね、群れのリーダーがいるんですけれども、チンパンジーの場合はアルファオスと呼ばれるオスですね。アルファオスがリーダーをやるんですが、今皆さんの前にですね、6頭のチンパンジーがいます。はい、ではこの6頭でもですね、ちゃんと群れになるんですね。ではこの中のアルファオス、皆さんどれがアルファオスかお分かりでしょうか。ヒントはですね、体が一番大きいやつなんですけれども、はい、どうでしょうか。あの飼育員さんの並びの後ろに馬の馬が今上がる。はい、ではアルファオスどれかというとですね、私の後ろですね、一番左側にいました。あ、そちら。はい、ここにいます。ヒズムと言います。オスがもう一頭いまして、もう一頭のオスどこかというとですね、はい、ずっとついてきてくれてるここの先輩ですね。はい、マリオって言います。あとはですね、メスになるんですけども、せっかくですのでちょっと名前のご紹介します。上の右側にいるうちの動物園で若いチンパンジーですね、ユーズと言います。はい、それから今度は柱の上の方ですね、ここにいるのがハズキです。で、今度は左側行ってここにいるのがナナコですね。はい、では最後ハズキの下にいるのがうちの動物園で一番年上になります、50歳のデビーです。チンパンジーの寿命がですね、大体50年から60年ほどと言われてますので、50歳のデビー結構なおばあちゃんなのですけれども、まだまだ木登り得意です。これからも元気で過ごしてくれるかなと思います。下にデビーがいないときはですね、大体一番上のハンモックで寝てたりもしますね。はい、それではお話の最後にはなるんですけれども、チンパンジー、私たち人にとてもよく似た動物です。人によく似た動物をですね、特に類人猿とか大型類人猿と言ったりもするんですけれども、この類人猿の仲間、他のたくさんの種類のお猿さんと見ただけで違うところがあるんですが、何かお気づきでしょうか。いかな。はい、ここにですね、ますけれども、ハズキのお尻をよく見てください。はい、リスザル、ワオキツネザル、尻尾が生えてるんですけれども、チンパンジー尻尾ないですね。これ私たちと同じ特徴です。ここ見ていただけると人によく似た類似猿すぐ分かります。で、他に何がいるかというとですね、ゴリラとかオランウータンですね、あとはテナガザルの仲間だったり、ボノボっていう類似猿も尻尾がありません。ぜひですね、お猿さんっぽいの見つけた時はお尻に尻尾ついてるかなっていうのまで見ていただけるといいかなと思います。はい、わちゃわちゃしてますけれども、バケツの中にですね、おやつの、バナナをですね、1本ずつだけ持ってきてますので、これ渡してあげてお話を終わりにします。はい、ここに来てくれたのがリーダー、覚えててください。はい、ここにいるのがハーズキですね。で、ちょっと隠れてます。ここにいるのがマリオで、最後、端っこにいるのがナナですね。徐々にですね、チンパンジーの皆さん帰っていきます。はい、持てるだけ持っていきますね。はい、ではですね、チンパンジー今から休憩に入りますので、お話は終わりにします。どうもありがとうございました。